ゲゲはい、皆さんこんにちは、マイクです。今回は電気自動車 EV のですね、私の EV のインプレッションをですねさせていただきたいと思います。実はですね、今新車で購入して、旧型のリーフ、中期型ですね、そちらを4月に購入しまして、もう7年と、まあ、約まあ半年ちょっと過ぎた感じになります。8年目になってます。そしてセグはですね、つい先日1セグかけまして、トータルで3セグかけて9セグ状態になっております。で、今朝方ですね、気温がだいたい6度とか7度とかですね、その時の走行可能距離がだいたい130キロ前後ですね。126であったり133だってあったり、ちょっとばらつきがありますけども、エアコンヒーターとかつけずに、そのままの状態、ノーマルの状態でシートヒーターとハンドルヒーターをつけた状態で130前後が走行可能距離として朝1で出ております。そしてですね、実際に走れる距離は100、まあ大体ですね、大体山あり谷ありのコースを多少走ったとして、高速道路を使わずにですね、走り続けますと大体その表示通りぐらいなのかなっていう感じの走行可能距離になっております。今はですね、よく釣りに来ている、冬場はですね、私はサーフによく出没しております。狙いはズバリヒラメと青物ですね、ワラサですとか、まあ、ブリの 子供ですよねっていったタチウオですとか、まあ、そういう青物系と、それからフラットフィッシュですね、ヒラメです。そういう、まあ、ちょっと 高級魚って言ったらいいんですかね、高級魚を狙いにですね、サーフに来たりしております。まあ、それは余談ですけども、まあ、EV でですね、私の環境の場合はですね、まあ、自宅に 200V の普通充電のコンセントをつけましたので、最初はですね、ゼスプカードというものがありまして、使い放題、増産マークですね、茶電も方式の増産マークのある急速充電器、もしくは急速充電器の場合の使用に関しては使い放題で運用しておりましたけども、新車から5年経過したあと6年目に関しましては、もうそのゼスプというものがもう廃止されておりまして、その時にはもうゼスプ3というですね、課金制度、何分10分ごとの課金制度のカードに、まあ、切り替えを、まあ、強制的にですね、入ることになってしまいました。まあ、それは任意でなんですけども、まあ、もしも出先でですね、どうしても急速充電っていう形になると、もうそういうカードを持ってた方が楽にですね、使い勝手がいいので、まあ仕方なく所有、まあ契約をしているという状態であります。まあ、それでですね、今の整備状況って言いますかね、車の状態なんですけども、新車の時から、今まで、12万4700キロ余り、もうすぐ12万5000キロになりますけども、その状態でですね、ブレーキ関係とバッテリー関係の
交換ですとかメンテナンスっていうのはほぼしていません。まあ、オイルがないので、まあ、オイル交換もしてないですし、ほぼほぼですね、日常使いに関しては、まあ、ワイパーのゴムをちょっと変えたぐらいですかね。あとは特に何も、まあ、お金をかけるようなことはしていません。で、買った後はですね、比較的まあ維持的には楽なんじゃないかななんて思ったりして、で5年間はですね、愛知県と東京都の場合ですかね、自動車税29,500円のカテゴリーになるんですけども、そちらの方がですね、一応新車登録の翌年から5年間は無料免除ってことですねになりまして、で今年去年からですね、から29,500円、今年から7年目ですね、7年目から、29,500円の請求が来ましたので、そちらを初めて、まあ、このリーフで支払ったという状態になっています。で、来年車検ではありますけども、まあ前回もそうですけども動画上げさせていただきましたけども、ユーザー車検をやります。まあ、事前にですね、24ヶ月点検を、まあ、行いまして、まあ、そこはですね、まあ、友人の工場を借りてですね、自分でやりまして、それで、まあ、本試験といいますかね、その車検に挑んだということですね。もう簡単手続きで本当に終わりますので、まあ、完全予約制ではありますけども、まあ、この車で行くと 3万円台で車検が通りますので、まあ、比較的いい維持費なんじゃないかなと思います。でですね、私のリーフがもう航続可能距離が満充電の場合130前後です。で、新車の時はですね、170プラスマイナス20、ちょっとばらつきが多いんですけども、プラスマイナス、マイナス20ってことはないですけども、170キロから190キロ前後ぐらいの間が新車の時のスペックでしたので、実測ですね、実走距離ですね、カタログ距離ではなくて、実測距離なんですけども、それから考えますと、まあ約40キロぐらいですね、40キロぐらい満充電からまあ減った状態が今のバッテリーの能力ってことですね。まあ、大体7割ぐらいですかね。7割ぐらい、新車時の7割ちょっと、70何パーセントぐらいまで落ちています。まあ、7年と、まあもうすぐ8、もうちょっとで、まあ8年なんですけども、8年近く経って、さらに12万5千キロで、まあそのぐらい、130前後ぐらいの、まあ、走行可能距離ってことですので、まあどうなんですかね、皆さん のリーフ、旧型リーフにお乗りの方 の情報はちょっと分かりませんけども、まあ、それがいい状態なのか悪い状態なのかっていうことはちょっと分かりませんけども、まあ、現実的にはそんな感じですね。で、10年ぐらいを迎えますと、ひょっとしたらもうワンセグぐらいは減ると思いますので、その時にはまあいよいよ110とか100キロを切るかどうか分かりませんけども、110とか 100ちょっとぐらいの航続可能距離になってしまうのかなって思っております。まあ、その時にですね、買い替えるとかそういうことはちょっと考えておりませんので、まあこの車いつまで持つかっていうのですね、まあ維持費自体がね、本当に安いですね。タイヤもですね、まあ、ちょっと純正でついてたタイヤが17インチなんですけども、まあ16インチの下のグレードですねの標準車のタイヤサイズに変えて
いたりして、ちょっとタイヤ代も安くなりますし、乗り心地も良くなりますし、まあ、もちろんタイヤも軽いので、ちょっとは航続距離に貢献してるのかなとは思います。まあ、いわゆるインチダウンですよね。インチダウンを行った状態で、まあ、中間グレードと一番下のグレードはそのサイズが標準装備なので、まあ、この車の、まあ、標準のタイヤということになりますので、タイヤサイズってことになりますので、まあ、問題なく運用できると思います。スタッドレスタイヤもですね、その16インチで運用しております。そんな感じでですね、まあ、10年以上快適に乗りたいです、新車と同じような状態で乗りたいですよっていうことに関しましては、まあ、まだですね、 EV をメインで使われるという方、それとあと外部充電が自宅でできないっていう方にとってみてはですね、まだちょっとですね、買い控えって言いますかね、様子見でやらないとですね、まあ、外で急速充電って言いましても、高速道路とかはねかなり混んでるということを聞いたりします。2台待ち3台待ちとかっていうのが当たり前のようになってたり、まあ、もちろん時間帯によりますので本当にタイミング次第なんですけども、まあ、本当に急いでる時に限ってですね、意外にこう人が待ってたりする、順番待ちになってたりする、先行者がいらっしゃったりするっていうことがありがちなので、まあ自宅で満充電になって次の翌その日はまあ空になっても空同然になっても、次の日朝からまた満充電で運用できます、それで1こと足りますって方は全然いいと思うんですけども、まあメリットの方が逆に多いですよね、多いですけども、まあそれ以外の使われ方をするということであればですね、まだちょっとですね、このリチウムイオン電池のですね、進化がまだちょっと半ば途中、やっぱりもっとですね、電池がいいものって言いますかね、もう本当に新車設定の状態から温度管理ができて、バッテリーの温度管理ができたりして、劣化がやっぱり少ない著しく少ない電池が開発されて、それがコストが安くなってきて、車両価格も、まあ、せめて今のハイブリッド車並みぐらいの差額で手に入るようになれば結構買いだと思うんですけども、まあそうなる前の今の段階はですね、もうこれでリーフ10年ぐらい経ちますので、で発売されてから10年ぐらい経ちますので、でまあ次出る新しい EV 車も、まあバッテリーの製造のその過程ですとか、その性能はやっぱりちょっと違うと思うんですけども、ちょっとはマシになってるかもしれないですけど、そのちょっとマシになった程度では、まあ新車の時はいいんですよ、ほとんど本当に新車の時は良かったんです、全然変わらずに、このままずっと乗り続けられるんじゃないかなんて、 1年ぐらいはまあほぼ劣化なんて全然感じなかったんですけど、まあ 2,3 万キロぐらいまではですね、全然バッテリーの劣化っていうのは実感がなかったんですけども、まあここ来ても8年目ってことで12万5千弱走った状態でですね、改めて思うのは、まあちょっとその長く乗りたい方に関してはちょっとまあ見合わせた方がいいと、まだ10年とか下手すれば15年20年とかかかってしまうのかなって感じがしています。まあ、日本もですね頑張って技術開発していると思うんですけども、やっぱりですね、まあ、ガソリン車の方が便利っていうのがありますので、どうしてもまあコストをかけて、メンテナンスコストをかけてガソリン代とか
が、まあ、普通に払えますよっていう方は本当に無理して EV を買う必要はちょっとないのかなっていう気がします。まあ、いいところもありますけども悪いところも同じぐらいの程度の悪いものですね。結局そのいいところが10としたら悪いところも10あるという、そういう感じの車なのかなって気はしますね。まあ、全てを求めるのはまだ時期尚早ということでですね、まあ考えておりますので、まあそれを参考にしていただければ、まあ、これで買うなというそういう趣旨の動画ではないんですけども、まあ、現状はですねそういうことになってますので、まあこれで今自分のその経験の今の頭がですね、この車を買う前にですね分かっていたら、ひょっとしたら買わなかったかもしれない。プリウスの P、まあ、100歩譲ってプリウスの PHEV かなって気はします。まだちょっとハイブリッドの方が、それかまあ本当に純ガソリン車ですね、小型で燃費のいいタイプ今たくさん出てますので、まあ、そっちの方の選択肢の方がもう車の差額だけでもまあ100万円以上ね安いですから、その100万円を元取るとしたらちょっと難しいですよね。10年で10万キロ程度ぐらいの乗り方ではですね、ちょっと元を取るのはガソリン代と電気代との差額、それと車両代金と、あともろもろの維持費ですね、オイル交換とかそういうとこ、バッテリー交換とかそういうところの維持費の差額が、まあ、埋まるということはまず100万円という程度ではちょっと変わらないと思いますので、まあその辺も踏まえてですね、ちょっと EV 手出してみたい、乗ってみたいなって思う方はですね、その負の部分ですね、負の部分もちょっと頭の中に入れて、あとあと5年後と乗り換えれる人はいいですけども、まあちょっともうちょっと乗りたいって方に関してましては、ちょっと、バッテリーの劣化が思ったより、まあ、減ってるということですよね。まあ、そういう劣化がありますので、まあ、ちょっと移行していただければいいかなって思っております。そんな動画でした。今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。また何かありましたらですね、コメント欄の方どんどん書いてください。まあ、誹謗中傷も OK です、全然 OK です、全て受け入れます。ですのでですね、思ったこと書いていただいて結構です。まあ、YouTube の規約に今反しているところはちょっとペナルティとか課せられる可能性がありますけども、まあそのあたりも考慮して、まあ思ったこと書いていただいて結構ですので、それでまた次の動画もですね上げていきたいと思います。まあ、しばらく釣りの動画しか上げてないんですけども、またちょくちょくですね、EV の方も車中泊の方もしていきたいと思いますので、まあご覧になっていただければと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。太平洋です。失礼いたします。